はい、皆さんこんにちは。はい、今回はね、こちらのデラックスバグルドライバー2を開封していきたいと思います。すごいね、仮面ライダーはクロノスに変身ってね、 B ボタンで必殺技発動、 AB ボタン同時押しで時間停止ってね、 AB ボタンもあるんだね。うん、ファミコンみたい。ガシャコンバグワイザー2に変形ってかっこいい、これ、うん、いいね。ライドプレイヤーにも変身するみたいだね。うん、どんな感じなんだろう。これ開けるの楽しみだね。うん、そしてさらに食玩ライダーガシャット第2弾を4種類買ってきました。まず1個目のこちらがね、デンジャラスゾンビガシャットになります。すごい怖いね。そして次がね、爆走バイクガシャットになります。こちらはサウンドがね、4つ入ってるみたいです。次はね、ドレミファビートガシャットになります。このドレミファビートはね、3音声あるみたいです。そして最後ね、これがね、なんかかっこいいドラゴンナイトハンター Z ガシャットって、めちゃめちゃなんかドラゴンのね、形をしたガシャットになってます。かっこいい。これが一番ね、音声聞いてみたい。サウンドはね、2つしかないんだ。へー、そうなんだね。ドラゴンナナナナイトドラドラドラゴンハンター Z っていうのかな、どうなんだろう。こちらの4つもね、開封して音声聞いてみましょう。もちろんこれはね、一番最後だね。それじゃあどれから開封していこうか。ピッピーポッピー、うん、ポッピーはいないよ、残念だけど。はい、それではデラックスバグルドライバー2をね、開封して音声をね、聞いてみようか。うん、ケチャップ、はいよ、ハムシー、おお、出てきたね。出てこい、出てこい、おお、ガチャック出てこい、ガチ、あ、それで変形するんだ、バグワイザーに。あ、ビームガンモードとチェーンソーモードっていうのがあるんだね。あ、いけ、うん、すごいね、ハルくん。それではね、ざっとね、セット内容をね、紹介していきます。まずはね、こちらがバグルドライバー2のね、本体になります。そしてこちらがね、グリップパーツになります。ここをね、グッと握ってね。そしてこちらがね、バックルになります。バグルドライバーをね、セットするね、バックルになります。ガッチャーン、ガッチャーン言ったね。ガッチョーンって言ったね。ガッチャガッチョーン、ガッチョーンって言うんだね。そしてあとはね、こちらがベルトになります。やって入れて、ここをね、ここをね、取り付けるみたいだね。こうだ、はい、ベルト通しができました。あとはね、こちらのね、クロニクルのガシャットも入ってました。ハルくん持ってるんだ、一緒じゃん。とまずガシャットの音声聞いてみましょう。最後のね、今のゲームクリアのところはランダムにね、ゲームオーバーかゲームクリアの音声が鳴るみたいです。はい、こんな感じのね、ゲームオーバーって今鳴りましたもんね。ということでね、ランダムになるんだ、すごいね。それではね、仮面ライダークロノスにね、変身してみましょう。まずはね、ガシャと起動。はい、そこでガシャットを起動したら A ボタンを押します。決め技、はい、今ね、待機音が鳴ってる間にこちらのね、ガシャットを差し込みます。シシ、
そしてカメラではクロノスに変身していきたいと思います。アタコンバグバイザースパイ、そしてガシャットを起動。仮面ライダークロニクル、そしてガシャットを起動したらこちらのね A ボタンを押します。決め技、はい、大気音が鳴ってる間にガシャットをね差し込みます。シシあら決め技、決め技、大気音が消えない、大気音が消えないっておかしくない？ちょっとこのもう一個のガシャとかして。ペッピー、違う違う、ポッピーじゃなくてもう一個のこれクロニクル、これ違うやつなんじゃない？ハヤくんパパ違うやつ渡しとる？これ入っとったやつだろ？ちょっと待ってな、これちょっと待ってよ。仮面ライダークロニクル、決め技、大気音が消えないのはなんでだ？あ、引っ張っちゃいけん、ここなぜだか大気音がね鳴り止まないというね不具合があるみたいなんで、30秒経ったら消えるので A ボタンを押した後ガシャッと差し込みます。ガシャッと、さらに変身ボタンをね押し込みます。いいよ、ハルくん。チッチクロノスにね変身しました。それじゃあね次はね必殺技をね発動していきたいと思います。クリティカルサクリファイス、次は AB ボタン同時押しで時間をね停止することができるみたいなので、ちょっとね AB ボタン同時に押してみましょう。いくよ。決め技。あら？クリティカルサクリファイス。決め技。クリティカル。決め技。クリティカル。決め技。決め技。これ壊れてるんじゃない？クリティカルサクリファイス。間違いなく初期不良ですね、これ多分。ガシャコンバグバイザー。スパイ。こっちならないね。え、なんで？結構だね。かかかか。ガッチャン。うわ。普通はね、なんかここにはめ込むとガッチャンってなるんですけど、ならないので。かか。もうね、ここが壊れてるんでしょうね。ね、ここのボタンが、ここは、ここがね、もう効いてないんで、ここのね、A ボタンがね、不具合になってるんでしょうね。これが。はい、ビームガンモードが使えません。ここがね、不具合があるみたいです。だから AB ボタンがね、使えないのと、あとね、A ボタンを押して大気音が鳴り止まないのも、そこにあるのかなと思います。うわー、残念だね、ハルくん。こういうの一番ショックなんだよね。すいません。
どうでしたか、ハルくん。今日は行った。ハルくん、楽しみにしてたけど、ちょっと不良品で、残念だったね。うん。はい、それではね、気持ちを切り替えて、こちらのね、食玩ライダーガシャッと開けていきたいと思います。よし、ハルくん、どれから開けていこうか。これ最後に開けよう。ドレミファビートガシャッとから開けていきます。いい？いいよ、抜いて。じゃん。それではね、音声聞いてみましょう。ドレミファビート。レベルアップ。ドンドンドレミファソラシド。オッケー、ドレミファビート。仮面ライダー、ブレイブ。はい、こちらのね、3つの音声が入ってました。次は爆走バイクガシャッとね、開けていきます。こちらが爆走バイクガシャッとになります。音声をね、聞いてみましょう。爆走バイク、ラッチゲーム、めっちゃゲーム、もっちゃゲーム、もっちゃゲーム。アイバーキャメンライダー、レベルアップ。爆走、独走、激走、暴走、爆走バイク。はい、以上4つのね、音声が入ってました。なんかやっぱ迫力ないね。それではね、次はデンジャラスゾンビガシャッと開けていきたいと思います。あー、かっこいい。それではね、音声聞いてみましょう。デンジャラスゾンビー、デンジャーデンジャー、デスクライシス、デンジャラスゾンビー。はい、デンジャラスゾンビー。はい、最後ね、一番かっこいいやつ、ドラゴンナイトハンター Z ガシャット。名前もかっこいいけど、もうめちゃめちゃガシャットもかっこいい。出てきました、ドラゴンナイトハンター Z ガシャットになります。かっこいいよね、すごい。裏にもね、ちゃんと目がついてます。めちゃめちゃいいじゃん。それではね、気になる音声聞いてみましょう。ドラゴンナイトハンター Z、 レベルアップ。ドラゴンナイトハンター、ドラドラドラゴンナイトハンター Z。かっこいい。ゼットなんかのパクリみたいだけど、かっこいい。ねえ。はい、あ。はい。今回ね、ハルくんがデラックスバグルドライバー2をね、めちゃめちゃ欲しくて買ったんですけど、まさかの不良品だったんで、ちょっとね、残念でした。ね、ハルくん。うん。今回ね、もうバグルドライバーね、ハルくんがね、納得してるんで、返品とかはめんどくさいのでしません。もうね。ちょっと残念だったけどね、あの、大気音がうるさいうるさい。で、あとはね、食玩ライダーガシャと第2弾4種類をね、音声を聞いてみました。やっぱドラゴンナイトが一番良かった。こんな感じで、今回はね、終わりたいと思います。それでは皆さん、また見てくださいね。バイバーイ。